も、ここのほら表裏が逆でしたから。表裏が全然ない。はい。で、1、2、9がちょっと逆になって、これは水口さんからの資料でございます。それから追加として、これも水口さん、あ、これも水口さんの方から、で追加の資料でございます。その後ろに今度、日向美里さんの名前が2枚入ってまして、で、あと、これも日向さんからの追加資料ですね。あと、閉じてあるもの、エクセルの表は、エクセルの表と4枚目のところは、私どもで用意した資料になっております。あと、署名用紙がお手元に来ているかなと思います。じゃあ、早速ですけれども、水口さんの方からご発言よろしくお願いします。示されているんですけれども、ほぼ真ん中をこう道路が36メートル
記してしまうような形になります。これは航空写真でこの地域を見たものなんですけれども、まあ、貴重な緑として残されているということが分かっていただけるかと思います。東西にこう横に走っているのが多摩川上水で、まあ、これは上水、水が流れている両側がまあ緑道になっていて木がたくさん生えて、まあ、市外からもたくさんの方が散歩に訪れ、散策に訪れるような場所になっています。で、右と左に緑の塊の部分があるんですけれど、まあ、緑、東側、右の方は、津田塾大学で、西の左側の方が中央公園とその隣の雑木林になります。で白いのが体育館で、そのすぐ隣に 1.3 ヘクタールほどの林が残されているという形で、この林をちょうど真ん中を道路が通るというような、南北に通るような形になります。これは多摩川上水の風景です。まあ、水が流れていて、まあ、両側が緑の、まあ、緑道になっているという形です。これがちょうど予定地のあたりの多摩川上水の、まあ、緑道のところ。これは半分なくなる雑木林の、これは夏にあると小平自由遊びの会という NPO が毎年この林の中でプレーパークという子どもたちを遊ばせる会をしている時の様子です。まあ、夏休み、まあ、4日間ぐらいを連続でこういう形で子どもたちを、まあ、いろんな遊具を作ったりして遊ばせるような形のことをやっています。まあ、穴掘りとかも自由にできるということで、意外と子どもがこう土にこう直接触れ合える場って意外と少なくなっているので、まあ、貴重なこういう子どもたちとか貴重な場となっています。これはベックプレパークの木の間に縄をこうつけて、こうフランコみたいな形で子どもたちを遊ばせているところ。この林はこう貴重な、まあ、自然の生き物もとっても貴重な場になっていて、これはどんぐりの会というところでやった自然観察会の時の写真です。左にいらっしゃるのが、まあ、自然保護協会の、自然観察指導員の資格を持っていらっしゃる方で、まあ、彼にいろいろ教えてもらって自然のことを勉強しています。で、まあ、その自然観察会とかで分かったこととしては、林が貴重な渡り鳥の休憩地になっているということです。これは渡り鳥の一種で、仙台の宿井という鳥です。これも渡り鳥で、夏になると、ゴールデンウィークの頃に、まあ、南の国から飛んできて、あそこの林で休憩して、また元山の方に飛んでいくという、キリカキという渡り鳥。これは渡り鳥ではないんですけれど、まあ、流鳥として近辺にいるエナガという鳥です。まあ、すごい小さくて、まあ、群れを成してチチチって飛ぶんですけど、すごい可愛らしい鳥です。で、これは環境アセスメントを東京都がやったんですけれども、まあ、そのアセスメントで、まあ、これは希少種として指摘された鳥です。環境アセスメントではいろんな生き物や植物を調べたんですけれども、まあ、これも植物として希少種として指摘されたキツネのカミソリという植物で、林の中で撮影しました。これはキンランです。これも絶滅危惧種で、多摩川上水沿いの緑道にたくさん春になると可愛い姿を見ることができます。これはカナヘビで、これも林の中で撮ったんですけれども、カナヘビも希少種として指摘されたもの。これは日暮らしです。ちょうど今、ちょっと前ぐらいから、カナカナカナって林とか多摩川上水のところで鳴き始めた、鳴き始めてます。で、この日暮らしっていう鳥が、セミが、最近も都心ではなかなか聞かれなくなっているっていうことで、都心ではアブラゼミとかが多いけど、日暮らしはなかなかいないっていうことで、林にはまだ日暮らしがかなりの割合でいるっていうことが、まあ、自然観察指導員の方から指摘されて、希少な
チームがまだこんだけたくさんいるというところを正式に指摘していただきました。これはやはりどんぐりの会でその夏に、セミの、羽化の観察会をした時の写真です。これはちょうどその日暮らしが羽化をしているところです。これはやっと羽を広げ始めたところで、色がすごく綺麗で、大人になって初めてちゃんと見たんですけど、すごく感動的な場面です。カブトムシもたくさん青林にはいますので、カブトムシは希少種ではないんですけれども、子どもたちが夏休みになると青林に来て、カブトムシを取って遊んでいるという。子どもだけじゃなくて大人にとっても林がとても憩いの場になっています。これは朝太極拳をしている様子です。ゲートゴルフをしていらっしゃる方もたくさんいて、その中で楽しくやっています。犬の散歩は日常的によく行われていて、犬にとってもこの土の上でこう歩いたら主体できるというのは貴重なになっているようです。
年は1月にかけて署名集めをしました。最低3000を集めなきゃいけないということで、まずは署名集めを始めた時のチラシです。住民投票で市民票を届けようという形で署名集めを始めました。これは駅の街頭で署名集めをしているところの写真です。で最初は年末年始挟んで3000名集まるかなってし不安に思いながら始めたんですけれども、思った以上にたくさんの方が署名してくださって、必要な数の、2.5 倍の7593人の方に署名をしていただくことができました。で、署名は結局その後は選挙管理委員会に署名を提出して有効署名とされたのが7183人だったんですけれども、必要数は大幅に上回って、これを今度は市議会にかけ、条例案を市議会にかけて成立させ、可決してもらう必要があります。でそこで市議会の議員の皆さんにぜひこの、条例案を賛成してくださいという働きかけをしました。で、結果としては3月、今年の3月の市議会でなんとか賛成多数という形で可決をしていただくことができました。これは3月27日の本会議で成立したときの新聞の報道です。でその後4月16日にこの条例が公表されて、5月26日が投票日というふうに決まりました。でそこで喜んでいたんですけれども、その後小平市長の市長選挙が4月7日にありまして、その市長選挙が終わった後、4月24日に開かれた臨時市議会で小平市長がこの、5月に実施する住民投票は投票率 50% に達しなければ不成立とするという改正を盛り込んだ改正条例を提出し、市議会でそれが可決されてしまいました。ここで5月26日に行われる住民投票は投票率 50% にいかなければ不成立ということになってしまった。で すごく腹立たしいし怒ってたんですけど、50% 決まってしまったからね、仕方ないので、50% を目指そうということで、一生懸命投票に行こうという呼びかけを街頭やお店の前からでやりました。とにかく賛成でも反対でも、計画、道路計画の関係は問わず、とにかく東京には行ってくださいという形で呼びかけを。結果としては5月26日の投票率が 35.17% で 50% には届かなかったために、小平市は不成立ということで、未だに開票もされず、5万1010人の人が投票したんですけれども、その投票用紙が箱にしまわれて、市役所のどこかにしまわれているという状態になっています。私たちとしてはこの回答されないまま、その投票用紙がしまわれたままっていうのは納得ができないので、今お手元にも配ったんですけど、回答を求める署名、請願を、今度9月の市議会に出そうということで、請願の活動を始めました。今日から駅でも署名集めを始めました。署名お手元に1枚ずつ配っているので、この署名は市外の方でもいいし、未成年でもいいし、外国籍の方でも誰でもできますので、ぜひたくさんの皆さんに署名していただいて、市議会にこれ届けたいと思っています。一応9月に市議会に届けるので、8月19日には提出することになって、大事に集約を始めさせていただきますということで、署名を開票を求める活動と、あと、東京都に対しては、事業認可申請をもうすでに東京都は、住民登録が終わった翌々日の5月28日には、国交省に対して事業認可申請を出したんですけれども、その事業認可申請を取り下げてほしいと
という、書類も東京都に提出、要望を出しています。あと国交省に対してはこの東京都の事業委託制を認めないでくださいという要望書を出しました。これはその国交省に要望書を出した時の写真です。市内在住の哲学者の国分光一郎さんと、あと中澤慎一さんが応援してくださって、一緒に来てくださいました。で、国交省の役員の方に手渡す、手渡し書を出しているということです。そういう形で、小平市に対しては回答を求めるという活動ですね。あと、東京都と、国交省に対しても、だから国交省がもうここで話したときにも、東京都が出してきたものをきちんと書類が届っていれば、7月、8月には事業認可をするっていうようなことを言っていたので、もうそろそろ事業認可が下りてしまう可能性があります。で私たちとしてはでもこの住民の意思が明らかにされないまま、うやむやのままで、その道路を作るっていうやり方は納得できない。まずは市民の意思をきちんと確認してほしいということと、あと市民の意見をきちんとその計画に反映してほしいということを、まだこれからも要望したりしていきたいと思っています。で、お配りした資料で、今回住民投票がどういうものだったかっていうのを、まとめてみたんですけれども、この、青い字が見たんですね。住民投票っていうのは、今まで1996年から小平市まで20件の電話で実施されているんですけれども、小平市は20件目で、東京都では初めて。で実施されたのを見ると、やはり地方の方が多いですね。都県では滋賀県で2回ほどやられているぐらいです。で、内容としては原発とか産業廃棄物のテーマが多くて、今回道路問題というのは初めてになります。で、常設型、個別型っていうのがあるんですけれども、個別型っていうのは、今回私たちがやったように地方自治法にのっとって、有権者の50分の1の署名を集め、自分たちで作ったその条例案を市議会にかけて、市議会で可決されたら住民投票が実施されるというものです。常設型というのは、住民投票をするための条例というものが出来上がっていて、それに沿って署名を集めて、規定の署名を集めてやれば、市議会の可決とかは必要なく住民投票が行われるというものです。で、常設型で行われたっていう住民投票は今のところまだ2件だけで、あとは個別型っていう形で行われているようです。で、その次の提案者っていうのは、直接請求っていうのは私たちのような市民が直接、私の場合市長に請求した形なんですけれど、そういう直接請求っていう場合と、あと首長が自らその、地方自治法を使って、提案しているっていう例もあるんです。で、成立要件なんですけれども、今回小平市民のは 50% の、投票率が必要だっていうことを言われたんですけれども、そういうふうにしている例は今まで4名だったので、徳島県と徳島県で、吉野川稼働席の問題で行われた住民投票で初めて 50% という成立要件が付けられて、それが、付けられたということで、実際の投票率、投票成立要件付けられたものでどうだったかというところを見ると、55%、山口県岩国市で全身5団体、関西市、経営で 58%。で、この間行われた山口県産業の内部の政府が引き上げてが 45% で、成立とかで、今回、小平市が 35% という形です。で、
内容の出しは不成立という形で解除しないという形になってしまったという方だということです。であと長野県佐久市でも、50% の成立条件がつけられて住民投票が行われていたんですけれども、この時は 54% だったので成立になっているんですけれど、成立しなかった場合も一応この長野県では開票するっていう内容の、条例や条例だったようです。で、まあ、小平市は、区別型であって、成立条件がつけられてるっていうのは初めてだということがわかります。であとその条例の中にはその不成立だった場合は開票しないとははっきりは書かれてい いなくて、議会での答弁で、副市長などが成立しなかった場合は回答しませんということを言ってるんですけれども、条例そのものにはその人ははっきりは書かれていないということで、今回回答を求める請願を市議会にも出しているんですけれども、情報公開請求も小平市にしていまして、今、非公開決定がされて異議申し立てをしている段階なんですけれど、必ずしも条例が改正しないと分かっていないということを、主張のポイントとして、異議申し立てを行っています。ただ異議申し立てに対する審査会の方針はまだ出ていないという形です。こういう形で、そもそも 50% という成立要件をつけるということが、どういうことだったのか、どういう意味を持っていたのかということももう一回問い直したいと思っています。小平市の投票率というのが、小平市長選挙が今年4月あったときのが 37.28%、 でこの間都議会議員選挙6月にあったのが 市長選が 37.28% で都議選が 37.27%、だから地方レベルの選挙、今回参議院選は 50% 超えてるんですけれども、地方レベルの選挙では37とかが最近の数字なのに、そこに 50% っていうのを要求したっていうのが、その市民の意見を聞きたくないっていう市長の態度の表れなのではないかというふうに思っています。そういうやり方に対して、まずはちゃんと投票結果が開票してほしいということで、ぜひ請願を可決させたいなというふうに思って今活動しているところです。ありがとうございました。さあ1人目の野口さんの発言が全体像が見たんじゃないかと思いますが、じゃあお二人目の発言ということで、小平の生活者人とワークの審査委員の木下美佐子さんの方から、議会の立場というか仕組みの話ですね、こちらの方をまた。こんばんは。小平の生活者人とワークの審査委員をしています木下と言います。よろしくお願いします。私はあの時木下の話してくれた教育会社の近くに住んでおりまして、子供がちっちゃい時に遊びに行ったりとか、子供の保育園でお散歩で雑木林に行ったりしてたので、一市民としてはそういう雑木林が失われるっていう思いを抱いているんですけれども、今は議会に行くからの視点ということで、今3人で生活者人とワークという会社で住んでいるんですけど、簡単に出ていただきたいと思います。私たちは井上さんの方からお越しがあったつもりなんですが、市民参加という視点で言いますか、あと資料の2ページ目からの資料になっていますが、ちょっといろいろずらで書いているので、後でこれを読みいただければと思います。それに沿ってお話をさせていただきますと、まずその計画当時、さっき1962年に計画案が公表されましたけれども、当時は、小平町で計画線上に当時家も少し建てたんですね。その既に住まわれていた方も情報でそういう計画が出たっていうのを見て、初めて自分の住んでいるところがに道路計画ができたっていうのを知った状況だったっていうふうに聞いてます。だから50年前にはそういう、住民に対しての、状況はそういう状況だったんだなっていうのがいろいろな話から聞いております。
で、その時ですね、当時の議会でもその計画見直しの決議がされているということです。それは青柳の記録で見たことがありますけれども、当時は、そういう形で受け止めの議会としてはあったと思います。ただその後1997年から97年の間、陳情が何本かなされていて、6本か7本だったと思いますけれども、その中で、ほとんど反対とか、あと見直しを求める陳情が出ていまして、何年もわたって継続審査されていたんですね。ちょっとその理由はいろいろあるんだと思うんですけれども、最後に、統一教会の直前に、すべて採択というか、議決、多数決で、してまして、1本だけ、その当時は、早期建設を求める陳情だけが採択をされております。で、たまに市は議会の意思っていうのは、最終的な議会で何かこの道路計画に対して決定したものがこの陳情なので、議会の意思としては早期建設を求めるのが議会の意思だっていう説明をね、たまに市の方はするんですが、やっぱりこれに対してはその一つ一つの事業に対して当時の議会構成が、そういう圧倒的に当時は自民系の議員が多い議会構成で、今は小平は少し違うんですけれども、それがその事業に対する市民の意思だって、議会の意思であるということは市民の意思だみたいな風になるっていう、そういう議会のあり方がやっぱり一つ大きな問題なんじゃないかなというふうに感じていました。で、その後なかなかその後はこの計画はずっと動かなかったんですね。私も近隣に住んでいたんですけれども、あそこの道路はできないからっていう噂でした。近隣にいるで、ただその後でもどっかに書いたんですけど、95年に東京都が道路の整備方針を決定したときに優先路線にこの路線が入ったんですね。そこからやっぱりガーッと事態が動き始めたんですが、やっぱり行政の計画はある限り動き出すものっていうことも一つ捉えておいて、今後まだまだ東京都道路計画いっぱい建設されてないものが残ってるのでね、今後そういう今ある計画をどうしていくかっていうことは一つしっかりチェックしていかなければいけないんじゃないかなと思います。ただあといろんな計画の中で東京都と小平市で行政連絡会っていうのを設置していたことがあって、これは別に都市計画法上の制度に位置づいたものではありませんので、こういう動きも、行政がやると思えばできるので、いろんな審査の中で制度にありませんって行政は答弁することがあるんですけれども、事例としてそういう制度にないものも耳で聞いたりする前例もあるので、そういうことは一つ注目すべき点ではないかなというふうに思います。ただその後こういった物事を聞いてもやっぱり計画は具体的な形で動き出してからはなかなか言わなかったというのは、あとその優先路線に入ってからは説明会などが実施をされて、その説明会の様子が非常に、私も参加したことがあります。水さんもいろんな人が言ってますけど、本当に一方向的なまさに説明で、その場で質問も受けるんですけれども、それに対しては時間が区切られたりということで、そこでも行政の不信感というのがすごく強まっていったんじゃないかなと思います。出ている哲学者の国民さんも、その説明会での様子があまりにも何だろうって疑問に思って、民主主義としてこれはどうなんだろうと思ったのがきっかけだっていうようなことを申し上げましたし、私自身もその本当に一方向的な、まさに面白い説明であるっていうことが非常にちょっと大事だなというふうに思いました。それでそういったことで市に対しても説明を求める動きがあったりとかして、議会でもそういう場所とかも必要なんじゃないかっていう提案をしたりして、市としての地域懇談会っていうのも2回ぐらい行われているんですけれども、ただやっぱり市はこの道路必要なものっていう位置づけでいるので、東京都の説明以上のものを市が出てくることになって、その中でもおそらくまた不満は持っていきたいんだろうなっていうふうに思っています。それで、そういう経過がありまして、先ほどのちょっと水口さんの中にはなかったんですけれども、本当にいろんな制
手段を使って、なんかその、どうぞどうぞ、私とかを含めて、なんかできないかっていうことは、僕、会の方で、動いてして、対話の場を求める政策というのを、2011年、今年に提出をしております。その時、セクジネットワークというのを、参加をしたんですけれども、そこの中で、賛成の人、反対の人が、一緒に市民同士が、双方向で議論をして、この町にこの道路が本当に必要なのかどうかをね、話し合う場作りをしたいっていう請願が出されまして、それは議会の中でも、何回か継続審査になったんですけれども、それは、そういう場は、あってもいいと必要だよねっていうことで、前回一致でこれは採択されています。だから、実際それに基づいて、議会で採択されたということで、市の方もそれに従うということで、対話の場の設置もされたんですけれども、それに関しては、やはりどうしてもこう賛成の立場の人たちがこう参加をして声を上げるということにはならず、請願者の人たちが求めていたような、人の双方の議論とか、市民の意見を提案していく場には、なかなか実際としてはならなかった。経過があります。ですから宇津木さんたちもいろいろな形で市議会を使ったり東京都へ求めていったりということで、さまざまな経過があった中での住民投票に至ったということだというふうに思っています。あと私も説明会とか会の人たちの活動を見ていて思ったのは、いろいろ数字に基づいた疑問も東京都に対して出しているんですね。元々の、道路が必要だっていう理由の交通量の増加に関するデータの根拠で、この交通省の交通センサスの数値を見ることなんかも注文具体的にも指摘をして東京都に質問したり東京都に情報交換したりしてるんですけれども、それに対しても元データが出てこなかったり、もうすでにコンサルが持ってないみたいな感じで廃棄されてるとかっていう、その情報公開のところ、市民参加の部分だけではなく、もともとの情報公開のところでも、東京都実際に対する疑問は非常に市民の側からとって大きくなっていったという経過も一方ではあるというふうに思っています。で、そういう経過を経て、本当に頑張って署名も集めて、本当にもうそれは、さっきチラシが出てましたけど、インターネットなんかを上手に使って、署名を集めていったというのは本当に頭が下がる問題ですけど、私も一市民として一緒に署名を集めたりしたんですけれども、そういうところは議員の立場と市民の立場で、両方市民であることには間違いないですので、一緒にコミットしながら非常にも関わっていきました。でそれで審査当日というか、意見陳述で水木さん含めて3人議会では意見陳述をしたんですけれども、東京都初の住民投票ということで、マスコミの注目もすごくてですね、傍聴の呼びかけなどもしていて、非常に多くの傍聴者が来るだろうという予想があって、その辺については議会事務局は別室を用意して放送で聞く準備をしたりとか、なるべく一人でも多くの人が傍聴できるようにっていう対応がしたので、そこはちょっと都民投票の区議会の時のあれは私も実際傍聴に行って部屋に入れなかったっていうのを体験したので、そこに関しては対応は立派に丁寧にしたんじゃないかなっていうふうに思っています。それでこういうこの直接請求議案になった時に、建設委員会、道路の問題は都内の場合は住民会建設委員会っていうところにかかるんですが、それは今6人なんですね、委員は。そうなると、私生活ネットワークも建設委員会には所属をしておりませんし、もう一つすごく関わった虹と光っていう会派もあるんですけど、あそこは1人です。で、所属していない会派があったりするので、そういうことも含めて、もうちょっと大きな議論をしようということで、特別委員会を設置をしました。これに関しても、これは議会側の議会運営の話し合いですけれども、そこら辺の話し合いというのは割と、なるべく多く関われるようにというような議会運営ができたのではないかなというふうに思っています。それは一方で今、小平は議会改革ということを言っているので、自ら言っていることを、ね、ちょっと否定するようなことは、
あからさまにはできないっていうような、まあ、一方でそのちょうどいい時期に少しいい時期にはだったのかなというふうに思っています。それで生活者ネットワークも、まあ、こちら特別委員会の委員になるということでその議論には関われました。ただやっぱり皆さんもし傍聴した方いらっしゃったらすごく感じたと思いますけれども、提案しているのが市民なのに市長提案になるのでと答えるのは行政なので、その市長意見は反対の意見がそれられて提出されているので、やりたくない行政とこういくらこう質問して帰ってきてもなかなかこう平行線で、まだその自由討議っていう議員間の議論をするっていうところまではまだこの間の市議会は行っていなかったので、まあ、そこは今後の本当にこの間の市議会としての課題だと思いますし、もう泉さんたちも傍聴していて非常にその辺はね不満だったんじゃないかなっていうふうに思うんですけれども、あと意見陳述の後通常だったらやっぱり提出者である市民の人たちに質問ができればいいと思うんですけど、都議会の時もそういうね感じではあったと思うんです。それもやっぱり残念ながら古代の市議会でも実現できなかったので、そこは今後非常に大きな課題ではないかなっていうふうに思います。あともう一つ、まあ、これはちょっと厳しく考えます。議会の一番最初の本会議での質問の様子を見ていたら、まあ、ある会派がもう市長の反対意見に沿うような質問をして、それに、まあ、そうだっていうふうに畳みかけるような副市長の答弁があって、傍聴席からは示し合わせてるんじゃないかって、その、まあ、それから市長会派と市長の支持会派と示し合わせてるんじゃないかっていうやじが飛んだんですけど、国会派の場合は実はそうではなくって、まあ、私たちも含めて住民投票に賛成したのは、いわゆる私たちは与党野党は地方議会の場合はないと思ってますけれども、まあ、市長をどちらかというと支持していた会派だったんですね。そういう意味ではマスコミが言うところのねじれではあるんですが、やはり二元代表制で地方議会は一つ一つの議案に対してぜひやっていくというのが本来の姿なので、やっぱりそれはマスコミの人もどうしてそのねじれてるんですかみたいなのをうちうち聞いてきた人もいますけれども、そういう前提で見ていくのは違うんじゃないかなというふうに今回のところから私は。で改正案、その1回成立して市長選挙後の改正案についても私たちもそういう改正案が出てくるとは思っていませんでしたし、この改正案にも反対をしましたけれども、そこに関しては成立要件についてはここに資料のところにはありましたけれども、今回直接請求ということで、まあ、個別型ですし自治基本条例小平あるんですけれども、まあ、その中でも区別型でそれぞれ条件をつけていけばというようなことも書いてあって、まあ、投票率も含めてその市民の意思の表れという判断をすればいいというふうに思っていて、賛成討論でもそれぞれ言っていたんですが、まあ、それをあえてまたそういう形で成立要件を後からつけるというのはやはり議会軽視ですし、まあ、何より議会軽視イコール市民軽視だったのではないかというふうにもうすぐに思いました。それは今でも思っています。で実はその改正案について審査したときに、まあ、成立要件はつけるのは仕方ないけれども開票だけはするっていう修正案の模索も少しあったんですね。それはちょっと休憩中っていうか泉さんたちはその場に休憩室で会議室でいましたけれども、まあ、最終的にはそれはちょっと数の形で通らないだろうということで出せなかったんですけれども、まあ、それは非常に残念にまでも思っています。ただそこら辺は傍聴していた市民の方からはちょっと見えにくかったでしょうし、まあ、そういうところをオープンな議論をしていける議会になっていければ信頼度も上がるんじゃないかなと思いますが、結果的には可否同数で議長採決ということで成立要件が可決をしてしまいました。で私たちも本当に悔しい思いをしたので対面に言ってたけど相当頭にいいんですけど来たと思うんですけれども、まあ、本当すごいなと思ったのはもう次の日から切り替えて 50% で押そうということでそうしていたので、まあ、そこに私たちも協力していこうということで資料につけたニュースはこれ5月26日の直接1週間ぐらい前に届くような形で急いで作ったんですが、だから
吉野川の都道府県のですね、住民投票も最終的にはなんか住民も動いて投票率を、まあ、市民の頑張ったっていうのが一番ですけども、最終的にはなんかこう最初は黙っていた賛成派の議員もなんかこう動き出してもう盛り上がったっていうようなこともインタビュー読んだりしていたし、議会として会派として議会に立場としてもやっぱり住民投票の投票率を上げていくっていうことにはコミットしていこうと思ったので、いつも出しているニュースをこういう形で、知らせるツールとして、本当はなんかどの議員、どの会派もそういうのをやってくれて、賛成の議員もそういう形でやってくれるといいと思ったんですけど、やっぱり賛成のところはもう、もう本気というか、ボイコット運動までしたかどうかは分からないですし、そんなに積極的に逆に言うと、だったなと思うんですけど、それは黙っているっていう。その意思表示をしないっていうことがどうなのかなっていうのは今はすごくもやもやしたものが残っています。で、まあ、こういう形でもやってきたんですが、それで、まあ、結果は、まあ、先ほど藤井さんこれでまだ世話を出していて、このことは終わってないんですけれども、あともう一つ、トライアは自治基本条例を持っていて、この資料の市民投票制度っていうのが明記されているんですね。ただ、その個別条例は まだ持っていなくて、築城解説の中には、今回の直接意見のような個別条例を指すって書いてあって、条件もそれぞれその都度つけていけばいいって築城解説に書いてあるんです。だからなおのこと、50% を市が一方的に出していたことは、ちょっと私としては非常に市に対しては、ちょっと腹立たしい思いでいまして、でこの間の質問で、除雪型についての質問をしたときに、まず町内で検討するって言ったんですね。私は本当それはそうじゃないだろうと思っていて、まず市民が検討していく、市民を交えて検討していくというふうに考えるべきだと思うんですけれども、小平の自治基本条例は、市民が、公募した市民60人ぐらいが全員入って、保守案作りからやっていった条例なんです。だからそういう条例を持っている市が、だって市民っていう言葉を使わずに、まず町内でっていうところは、ちょっと非常に疑問を感じてます。まあ私たちの立場からそれは市民を交えて検討していく、その除雪型を作るか作らないかっていうところから含めて検討していくべきだと思います。まあ、これはちょっと今回の参議院のこととはまた別の問題ですけれども、あともう一つはすごく思うのは、都市計画に関して都市計画審議会の中で決まったっていうことにはなってますけれども、今回の市長権に対するところの別のところでは、議会枠の2人、まあ、ネットと共産党なんですけど、その2人が反対しただけで、あとはあまりそれほど大きな点もなく、さっきやった対話の場通しでやったワークショップの報告書も資料として提出されたりしたんですけれども、まあまあ、そういう形で決まっていたし、ましてや東京都の都市計画審議会では本当に何の意味もなく、まあ、これに対しては問題ないということで決まっていたという、そんな同時計画で都市計画審議会って重要な決定の場と位置づけられているみたいなので、やっぱりそれの形骸化も問題だと思いますし、今後の道路計画をどうしていくかっていうことに対しての市民の意見をきちっと吸い上げて検討していく場合っていうのは、都市計画全体でも考えてほしいですし、各自治体でいっぱいこういう計画、道路計画お茶碗と残っているはずなので、それは一つ今から考えていかないといけないというふうに思います。あと残酷な報告になりましたけれども、ありがとうございました。なんか途中からどんどん参加者が増えていただいてありがとうございます。いや、これで前半のお二人からの発言ができましたので、ちょっと休憩を挟んで後半はもう自由な意見交換していきたいと思います。お手元の方に参加の今日の受付 このお名前書いていただくのと、それから感想用紙もありますけれども、どうぞ。
農業種はなくてもいいですね、この人数ですからね、ちゃんと仕切れるかどうかは嬉しいないですが、皆様のご協力で後半の1時間は意見交換したいと思います。じゃあ、2、3分ちょっと休憩いたしますので、少しお休みください。50% で超えるという超えなければ無効ってものすごく大きな意味合いを持ちますよね。でそれだけ の意味合いを持つ根拠というか、その先ほど最初に言われたように根拠が全然はっきりしないで、まあ、それはね先ほど の説明でも今後追求していくというか検討していくと言われていたんですが、私もまだそこのところは全然はっきりしないので、これはやっぱり
国民挙げて追求せなんていうかな研究せといかんじゃないかっていう、なんかここの理由付けっていうのは理由付けとしてはすごい弱いですよね。つまりその住民 の、 投票権というかその住民投票権をいわば無効にするような根拠ですからになってるわけですから、でそれの理由付けがなんかものすごい成立よくの説明としては弱いですよね。だから法律的にもなんか僕個人で疑問があって、しかしそれを論拠付けるだけのまだなんていうか全然その勉強してないもんですから、これはほっとくわけにいかんのやないかなと思ってだからその小平市のにも専門家の方おられると思うんで、そういうところで論議が深まってんのかなという気もしながら、もし深まってたら面白いなと思ってなんですけど、市議会での答弁は委員会で答弁した時の、まあ、市の方の理由としてはこれは信頼性、住民投票の信頼性を高めるだったということなんですね。で、まあ、その 50% 以上の有権者が投票したような結果だったらば、それは信頼性があるけれど、50% に達しない場合 の、 その住民投票の結果っていうのは偏ったものというか、一部の人の意見みたいな言い方があるんですけど、だから信頼性がないもの、ない結果になってしまう。だから、まあ、信頼性を高めるために 50% という要件をつけますっていう理由ですよね。で、まあ、条例文の中に、まあ、この投票結果は東京都とか国の関連機関に速やかに伝えるっていうような条例にしてなんですけれども、まあ、そういう信頼性がないことを東京都とかに伝えるっていうことは市としてはできないみたいな言い方で、まあ、50% に達すれば信頼性のある結果になる。でも本来この条例作った時目的として第1条目的を書いてあるんですけど、この道路計画に対する市民の意向を確認することを目的にしているんですね。だからそれに対してこう意向を確認したいっていうのが私たちの目的なのに、それに成立とか不成立とかってちょっと関係ないっていうか、そぐわないそもそも概念なんですね。まあ、例えば投票率が低ければもちろん高い方がいいに越したことはないんですけれど、低かったとしてもそれは一つの、まあ、それはそういう結果だったっていうその一つの参考にはなるけれど、だからといってどういう意見が多かったのかっていうことを全く知る必要がないっていうことにはならないと思うんです、ね。まあ、だからそういう意味でもぜひ中身は、まあ、その 35% っていう投票率だったとしてもきちんと明らかにしてほしいっていうことを、まあ、私たちとしてはよく言っています。その信頼性っていうのもなぜそれが誤字かっていうのは、そうですね、市長選とか、その、なんですか、市議選ですか、市議選じゃないか、都議選か、で、30%って言ってて、そういうのは有効な投票になっているわけですから。そこでみんなが言ったのは、市長選 37% で、市長になっている、その市長がそういう 50% とかいうのはおかしいでしょうっていうことはみんな言うようにしました。で、あと、まあ、市の人が言ってたのは、この青字 の、 印刷で、常設型住民票の投票っていうのが、それは2019年に作られた現在で42自治体で作られているんですけれど、この常設型では多くが成立要件として投票率の 50% というのを設けている。だからそれに習ったみたいな方をしてたんですね。で、常設型の住民投票条例っていうのは、まあ、42自治体にあるんですけど、見ると、まあ、まずその署名数が有権者の3分の1とかすごい高い数なんですね。で、これ実際にで、まあ、それでしかも成立要件 50% 実際に使えるのかっていうと、ほとんどだから実際にあまり使われてないっていうところが現実じゃないかなと思います。で、産業問題市で
て常設型でやってるんですけれど、これは6分の1の署名が必要だったということで、とりあえず6分の1は集めたらしいんですけど、実際の投票率は 50% にいかなかったので不成立ってされちゃったみたいで、すごいハードルが高くて、実際に市民がこう使えないようなものでは仕方ないんだろうなっていうふうに思います。ちょっと私らが喋って申し訳ないんですが、その例えば議会で そういう成立要件を決めるっていうか、つまりその議会の権限がね、そういう権限が、それは住民投票権、その市民の住民投票権を無効にしてしまうような数字ですよね。でその向こうにそれはせざるを得ないんだというしっかりした根拠がないと、その住民投票権を剥奪することになるわけですから、それをその市議会レベルのところで、その多数決で決めることができるのかどうかっていうのが疑問で、なんか疑問がいっぱいあるんですよね。その辺のところが全然問題になってないのは、なかなか大きすぎで仕方がなくて、議会の審査の時にも、その50% の根拠っていうのは、初めてみんな質問していました。それで今、泉さんに言ったような答弁でしたけれども、ただ私、どこか思うのは、除雪型に関しては、全部の市がそうかどうかわからないんですけど、例えば川崎市なんかは、条件を決めるにしても、市が入って、どういうものにしていくかっていうのを検討しているはずなんですね。一本条例に基づいて住民投票条例を作ってるんですけれども、そういう形ではなく一方的にもう常設型の住民投票のほとんどが過半数の条件をつけているからみたいな理由で市が言ってることは本当に住民軽視だな、市民軽視だなっていうふうに思いました。だから、条例なのでね、そのいろんなやり方はあるとは思うんですけれども、やっぱりそこには本来熟議が必要で、いろんな地域性とか市長の投票率が30%、そういう意味では私たちの投票率も 40% にいかないかですし、それとの関係をどう考えるかということも含めて十分なほど議論があって、だからね、ポッと出してきて常設型のほとんどが2分の1だからっていうのは本当に納得がいかなかった。ただ議会の中には成立要件は必要じゃないかって考えている議員がいたのも事実です。やっぱり市民全体で検討するには、50% とかあった方がいいんじゃないかっていう考えを持っている議員も いました。それは、だから改正案には賛成したと思いますけれども、ただ、その辺は本当に議論の余地はすごくあるし、どうなんだろうっていうふうに私たちは思ってたのに。だから、最後ですけど、信頼性に足る投票か住民投票かというところで、そこのところですよね。それをどういう数字にするか、もしそこをしなきゃいけないということであれば、単純に数字を出してきてはいけないんで、そこのところのいわば納得ある数字でなんていかんということですね。ありがとうございます。この件に関してもう少しどなたかありますか。どうぞ。関連してお聞きしたいんですけれど、この条例案を出す前に会派なり、市長の方と根回しというか事前のコミュニケーションとかそういうのはなかったんですか。直接政権の場合は市民が自分たちで条例案を作るんです、はい。で、そんなやった今まで住民投票をやろうとしてたところがたくさんあって、原発都民投票 もあったし、その前に国立で重機ネットへの接続の是非を問う住民投票をしようとしてた人たちがいて、この一票差で市議会で決着がつかなくて。私は三鷹で外環道路に関してやっぱり計画への賛否を問う住民投票をしようとしてたっていう人たちもいて、
それもやっぱり一票差で負けたって聞いたんですけど、まあ、そういう今まで住民投票を目指して頑張ってこられた団体あるので、そこが作られてた条例案っていうのを参考にして、まあ、こうピックアップして作ったような形だったんです。で、作る過程では特にいろんな会派に相談とかはあまりしなかったですね。まあ、ある程度でもできた段階でこれ出したいと思うのでぜひ賛成してくださいみたいな形でいろいろ回ったりもしたんですけど、特に修正し、ここを直してほしいみたいな意見は特に、なかった。高橋と申します。練馬の方にいますけども、私もこの、住民投票をやろうという時に、まあ、宣伝の方で小平にたびたびお伺いしてるんですけども、その時でちょっと感じたのは、先ほどからちょっと出ている小平市の自治体の基本条例、まあ、この中でですね、市長は市民に対して責任を持つというか、まあ、信頼をね、ちゃんと市民との間の信頼関係を持って行政をやるっていうことなんです。で、ただ今回の場合こういう形になるっていうことは、市民というか市長が市民に対して信頼していない、まあ、逆には市民が市長を信頼してないのかもしれませんけどそういう信頼関係がないということが何かも感じられましたし、それともう一つ、本来この住民投票をやるということであれば、行政そのものが率先してこの市民に対してやりますよ、やりますよ、やりますよということをやらなきゃいけないはずなんですね。それも自治基本法の方にもなんかさらっと書いてあったような気もしますし、でそうすると小平市の行政そのものが、市長を含めた行政そのものが全くサボってる自分たちの仕事、そういうことが言えるんだ。だって本当は今からじゃないけど、なんか候補を出しました、それで終わりですよと、それじゃ市民の人たちがですね、なかなか行くような状況にはならないんです。いくらのマスコミが騒ぎ立てたって、マスコミそのものを中で例えば新聞とか読んでる人たちってのは全体から見ればまだ少ないわけですし、でそれ以外にやはり行政そのものがそういうことを、市民たちがこうやろうとしていることに対してきちっと対応しなきゃいけないはずなのをやってなかった。これ自体が逆に不作為というか、それこそ責任をですね、取ってもいいんじゃないかなと思います。なんであんたたちはサボったのか、だから市長も、私は投票委員会行かないかは喋りません、それは投票率に影響するからと言ってましたけども、市長そのものが投票率を上げるということに対して責任を持たなきゃいけないことをサボってる、このことを本当にこれから取って通っていっていいんじゃないかなと思いますね。そうしないと市長がやったらやればもうやったもの勝ちという形になります。それはやっぱり良くないんじゃないかな。それと成立要件をやるやらないというのは、これは確かにいろんな形でもって、その時その時の状況、もしくはそのような調節型の場合だったらやらなきゃいけないかもしれませんけども、今回の場合、その14条、自治基本法の14条を見ても、何ら書いてませんよね、投票率。で、解消するともしないとも書いてない。とすると、なんであそこに自治基本法があるのと。確かにやりますよと、条例、住民投票をやる、ね、必要があればやりますと書いてある。で、そうすればやるわけだから、当然そのことにやった結果をですね、きちんと公表するという責任はやっぱり行政にあるわけです。で、それをやっぱりそういった責任を今回は果たしてない。これ自体もやっぱりおかしいんじゃないか。そういうふうに考えると、いくつかね、言いたいこといっぱいあるわけですけども、もう一つですね、なんだっけな、ちょっと今、今思って忘れちゃいましたけど、僕のくらいにしておきます。何かありますか？市長はサボってるだけじゃなくて、むしろ邪魔してるんですね。邪魔してるんですね。投票率を上げるために、
成立条件に達するかどうかが割と争点にもなってるから、私は中立的な立場として投票に行った方が言えないっていう、なんか違うんじゃないかなって、違うんじゃないかなと思って、そうそう、言いたいことを思い出しました。要は市長はこの、 あの住民投票を成立させたくないという、もともとそういう意向があったんですよ。反対意見を出してるわけですから。でも反対意見は出したとしても、住民投票やると決まった以上は市長はそれを進める責任があるわけですね。しかもさっき言ったその自治基本条例にもそういうことが書いてあるということは、何のためにその自治基本条例を作ったのかと。市長あんたこの地にしかもこれはね、あの市長が温度を取って作らせたというふうにちらっと聞いたんですけども、そしたらますますね、そういったことを市長自体がやんなければ市民の信頼を得ることはできない。だからもう市長そのものは市民を何だ信頼してないということを今回あの論定したということですね。ちょっと進行役からなんですけど、私もここのとこね、武蔵野市でも広報広聴といって、皆さんの意見を、市民の意見を聞きますっては口ではもちろん言ってますよね。でタウンミーティングをやったり、それからシンポジウムをたくさんやったり、ワークショップをやってみたり、それから毎年秋には全校配布 の市政アンケートっていうのがあって、今いいと思うのと、それから足りないと思うのをこう丸つけてね、はがきで出せるような、それがあって、まあ、それが一番こう今の市民の方の動向を把握するため の一番基本的な材料にしていると思うんですけども、今回の話もこういう計画がありますよと、で小平の皆さん、市民の皆さんどう思ってますかっていうのをアンケートで聞くっていう方法も、要するに、市の側からしたらあるわけですよね。けど住民投票という方法を選択したっていうのは、それとやっぱ違うことですよね、全然性格が。なんかこの小平の住民投票で大規模な市政アンケートと同じなんじゃないの、その拘束力がないから、ただ意見を聞くだけだったらアンケートと何が違うのって意地悪な意見を聞いたことがあるんですけども、その住民投票法定署名を集めてやる、その手続きを踏んでやるっていうことについては、どういう議論というか皆さんの判断が。市がそういうアンケートやってくれれば、それはそれでいいと思うんですけど、そんなことは全然 やる気がないっていうか、小平市の言い方としては、これは東京都の事業だから小平市はうんうんできる問題ではないっていう言い方なんですね。 でも本当はそうじゃなくて、やっぱり小平市としてきちんと東京都にものを言えば東京都も考えざるを得ないはずだと思うんですけど、小平市はそういうことをしようとはしていない。で、東京都に対してその市民の意見をきちんとした形で伝えるには、やはりもう住民投票しかないんじゃないかっていう議論で、これ始めたわけなんですね。で今まで署名を出したりとか、その市議会で請願を出して、その話し合いの会、ワークショップっていうのを開いてもらったりとかしたけれども、全然東京都に対しては何にも効果がなく、で着々と計画通りに手続きを進めて、事業の話申請という形に進んでいっているわけで、それに対しても住民の意思をきちんとした形で示す、でちゃんと東京都にちゃんと考えてもらうには、その住民投票が一番いいだろうということになった。だから小平市がもっときちんと住民の意向をちゃんと取り入れて、小平市としての意見をきちんと持って東京都に伝えるということをやってくれていれば、住民投票なんかする必要はなかったんですけれど、そういうことは全くしてくれないので、住民、私たちが自分でできることを何かやらなきゃいけないねっていうことで、住民投票っていうことになったんです。なんかまたこの件で2000年に地方自治法が改正されて、いわゆるその神社分権ということを知ってやりましょうと、いわゆるそれぞれ の自治体は自治体で、地方政府としてきちっと自分たちの地域をカバーしていこうということが決まったわけですよね。
で、そうすると、先ほどのこれはあの小平市長が言った、これは東京都のことだから、小平市は関係ありませんじゃなくて、小平市にそこを通すということは、そこの環境が変わるわけですよね。そうすると、これはもうもろに小平市の市民、小平市の問題であり、小平市に住んでる住民の問題だという考え方が至らなかったというのは、その市長自体が旧来の、いわゆる上から目線じゃないけど、上から統制されている市長でしかないと。住民今の新しい形の自分たちの地域を自分たちで作っていくという新しいガバナンスを作っていくということは一切何ら関係してないという、そういうあの主張だということがよく分かるわけですよね。だから、小平市長が言った、これはあの小平市には関係ないというのは本当大間違いですね、間違いで。本来だったらば、これはおかしいと。であの市長が率先して言うべき問題だし、ところだと私は思いますね。だからそういうこともわからない市長だったということが今回わかるということで、この図に飛びながら、まあ、楽しみです。市長のリコールしろとかって言う人いるんでしょ。今はいないんですか。いますね。やっぱり今いろいろいるんですけど、かなりハードル高いですね。あの3分の1の署名を1ヶ月ですね。そうですね。はい、どうぞ。最後にさっと一緒にあの14日の13日から来ていただいて、あの現地を拝見してきたんですけども、で、あのそのそれで実感したことを踏まえて、こう感想を述べたいと思います。で、あの市政の問題点とか、あの2分の1 50% 情報問題というのは、あの皆さんおっしゃる通りだと私も思いますけれども、それは置いといて、やはりこの住民投票の積極的な意味というのを、あの特に現地で感じたんですね。で、あの、まずこれは50年前の東京都の都市計画を実施するだけだから、住民は何も言えないというのが今までの考え方になったんだ。ここで、あの住民の意思をはっきりさせて、で、その計画に反映させようとする、本当にあのパイオニア的な試みだということを強く言いたいと思います。これは、あの原発の住民投票ができなかったところで、東京都で初めての住民投票だし、で、しかもそれが都市計画とか、あの道路計画について行われたということは、それは全国にも初めてのことです。非常にあの声を上げていただいたというのは、あの今回成立成立を超えて大きい将来に対する意義があると思うんですね。で、あの住民投票というのは日本では非常にハードルが高いんですけど、アメリカの州によってはもう全く気楽というか、あの国政選挙の時に、あの州によって違いますけれども、カリフォルニアとかああいうところでは、あの1回の選挙に6つとか7つぐらいの住民投票を一緒に行うことがあって、それで、あのこの景色いい自然を守る、そこに対する開発計画があると、開発計画の賛否も住民投票で作って、で、あの反対が多ければその計画はもう行えないというような、そういう効果を持つ住民投票が行われていますね。そういう、あの住民投票というのの意味は、これからもっとあの、大きいものだと思うので、そういう意味の対応の的なものとして評価できるんじゃないかと。今のこの間の選挙以降、あるいは12月の選挙以降の国葬もそうですけど、あの間接性で議会の構成の投票と、それから例えば原発とか、あの、憲法とか、そういう個別のもので、じゃあ今の政権が支持を完全に受けてるかっていうと、そうではないんで、そのズレっていうのは衆議院と参議院のズレよりも、国民の個別的な事項についての意思と、あの包括的に多数を取った
政権とのズレっていうのは非常に大きいと思うんですよね。でやはりあの 国民あるいは住民の直接的な意思が政策に反映していくために住民投票というのは重要なことなんじゃないかなというふうに、ビジネスのパイオニアとして非常に意味があるんじゃないかなと。だから今回は道路ですけれども、あの一つは全く戸建ての団地の真ん中、道のないところにあの、200戸か何かの、あの住宅を潰して広い道路を作るという計画で、それで団地の方の自治会が反対しているんですね。もう一つは緑の問題で、みんなが子供の頃から遊んでいたあの自民体を潰しちゃうという。で、あのその2つに対する反対が高い投票率だと思うんですけども、それを踏んだ。であの私が特に関心を持ってたのは、道路の問題だと道路から離れると関心が極端に薄れてってでその道路の周辺の人だけが関心を持って、だから周辺の人だけの投票率が高いかと思ったら、あのデータを見せていただくと、あその道路から非常に離れたところでの投票率も、それからあの道路に近いところにほとんど変わらないというデータがあるので、それは道路とそれから緑の問題とかうまくあのミックスしてこういう成果が出られたんじゃないかなという感想をとしました。でたまたま本当にもう一回で行って、あのキャルさんも聞いたんですけど、あの2人子供の頃あそこで小平で育ったっていう感じがしましたので、なんか子供の頃の住人のことで遊んだっていう話をしてましたけど、そういう思い出を持っている人が多いんじゃないかと思いますね。でそういう意味であの今回のはあの、まあ、いろいろ 50% 条項で成立しなかったっていうことはもちろん極めて残念だったけど、一方この大変な努力があって非常にあの意義のある、これだけマスコミにも報道されたし、意義のある投票だったんじゃないかな。で、あと、その結果を知ることができないっていう問題については、あの非公開の理由っていうのを、この間初めて見せていただいたんですけど、あの住民投票条例の趣旨からあの公開できないっていうのはないんですね。僕はなんで公開しない、公開しない理由は、小平市の住民投票じゃなくて情報公開条例のどこに何条に基づいてるのかと思ったら、あの法令で公開が禁止されている、法令で公開禁止ってことはつかないけど、法令で公開ができない情報だから公開しない、その情報に当たると言って非公開ですね。でそのあの市政官の不開示理由というのは13条の2の趣旨からというのは50% 条項の趣旨から公開できないというのは、それはね非常に弱い理由なんじゃないか。であの趣旨からすれば住民投票条例の趣旨そのものの趣旨、あの過半数条項の趣旨がなくて、住民投票をやった住民投票そのものの趣旨、一条に対する趣旨から考えてきて、13条の2を根拠としているのがそもそも弱い。それからあの、そもそもこれはあの効力が過半数というだけの話で、解消しないという規定はどこにもないし、それから違反や情報公開に対して開示しないという規定もどこにもないんです。あの小平市の情報公開条例の条件です。そうすればあの法令によって公開が禁止されている情報ではないんじゃないかな、うん、でまたこれはあの福井さんとあさって情報公開の第一人者と言われる人とか
意見聞いて、まあ、その人の意見に禁止されている条例ではない、公開が禁止されている条例っていうのは地方自治体法はあるけれども、例えば例えば捜査情報とかね、捜査情報を公開しちゃうと何かに影響があるとか、あるいは試験開始前の試験問題とかね、そんなの試験ができない、そういうものは公開することはできない条例だけど、これはそれ禁止している情報はあります。それからさらに情報公開条例の中にこの情報公開条例の解釈にあたっては市民の知る権利を十分に尊重しなければならないという情報があるんですね。そうするとどっちにバランスを取るかといったら、特別の禁止規定がない以上はやっぱり知る権利の方が尊重されて公開されてるからね。で、あともう一つはこれが投票日から90日で条例が施行して、で投票用紙の保管期間も施行とられるということで、それについては何か配信すみません、一点伺いたいんですけど、これ5月26日が投票日だったんだけど、期日前投票とか、すべて土日に2日間とか、そういう可能性はないんでしょうか。でここが一番高いところがやっぱり近いところだけどっていう話だけど、別にここばっかりじゃない。実際に応援で動いてた時にですね、近くの人たちやない離れたところの人たちがすごいやっぱ気になるんでということで、チラシを取りに来てた方もね、そういう方が結構いらっしゃったんですよね。結構関心は本当に強かったと思うんですけども、まあ、それは前ぐらいに浸透しなかった部分では、まあ、ちょっと運動の期間も短かったかもしれないし、先ほど言ったようにやっぱり行政が、僕はもう行政がね、もっとさまざまな宣伝すべきだと思うし、そこの部分では行政の怠慢がちょっと問われていいんじゃないかな。その審査の時から、まあ、成立予期反対しましたけど、成立予期をつけるからには投票率を高める努力はでもすべきだし、具体的な提案も何か、まあ、ポスター作れとかそういうのをしたけど、なかなかなんかもっとできることはいっぱいあったと思います、ね。市長は投票したんですか？それはだから言わない。投票しないの一つの全員の方にご確認いただけるようにして完全にボイコットです。あと実はカメラを撮っていただいているのが小平からおいでいただいた吉田さんで、この会の活動はすごく何ボタン広報担当とおっしゃったんですか？応援団長ですという素晴らしい方でお願いしちゃいました。後でちょっとまた一言でお願いします。じゃあ手が上がったので、はい、すみません。所沢、府中所沢線の府中の高輪の住民さんのすぐ近くに住んでる武蔵野生活センターの課題なんですけど、ちょっと的外れな質問かもしれないんですが、3月17日に、条例が通って、で1ヶ月経たない4月27日の臨時市議会に市長が改正案を出したと、はい、1ヶ月前は 50% の
営利事業権を付けるということは市長はそこまで思いが至ってなかった。まず成立した直後、CNN のインタビューで市長は議会の結果は真摯に受け止めると答えてたんですね。3月27日に可決した措置の後の市長のコメントは真摯に受け止める、はい、ああよかったと思ってたんですけど、でただ歳費に付すこともできるということがこうあって、歳費歳費歳費それって歳費に付すと決定に対してもう一度市長側の方から、うん、いや結局市長がこの議会に決めたことにね賛同できない場合にはそれをもう一度再議ということで議会にもう一回諮りということができるわけですね。でその場合の賛成は3分の2以上なかったらできないわけですよ。でただ市長選が控えている以上、しかもネット共産党民主でその他の無所属というところの人たちが推薦しているという状況の中で今そこで 50% の条項を出したら当然市長選がどうなるかわからんという政治的配慮というのがちょっと僕は思います。私たちも知らなかったです。出すつもりだというのは本当に他の会社より扱いしたかみたいな、もうちょっとずるい、ずるがすごい市長だと思います。まあその、多分そういうふうに想像は私もできるんですけど、しかしそれ、審査の中にその3月の時点での審査の中に町内の議論の中では成立要件のことが出たっていうことは政策サイドの担当先は言っている、成立要件というかっていうのかみたいなことは言っている。だからそういうことを踏まえての3月27日の議会の決定だと私は思っているので、やっぱりその議会形式の形式の話とかそこはいいですね。そこはすごい言われてる。はい、あとどなたかまた別な観点からの道路の観点、武蔵野市にも外観の2というのがありまして、今西村さんもお出になってますけど、ずっと話し合いをかいっていうのをずっとやっているわけなんですけど、何か西村さんのお立場からありますか。東京都ともう15回にわたり話し合いの会っていうのをやってるんです。公募の市民が10人と、うちは町内会とか商店街ではなくてお店の代表が3人と地域 PI1 人っていう、あと6人は行政なんです。これやっぱりごく少数の人数の話ですよね。で前からね、住民投票ではなくてアンケートって話が出るんですよ。その参考アンケートって、その場合私たちはやっぱりもし全市的に参考のためのアンケートをやったら外観はやっぱりいるという方が多いだろうなという恐怖を感じているわけです、ね、だからこれには私たちは全く無関心の首をしているんですけどね。住民投票の場合でも全市的なことでやったとしたら、住民投票までこぎつけたとしてもやっぱりそこのところはすごい不安ですね。今他の方、町の方には分かりにくいと思うんですけど、武蔵野市の東の方の吉祥寺東町と吉祥寺南町というこの2つの町で言えばね、やっぱりそこの中では、特に地上の外観の2については反対の人の方が多くなるとは思うんですけどね。こういった枠を外したことでやればもうそれはもう何とも言いようがないというか恐怖です。で、まあ、これはちょっと横に置いて、昔市民参加条例の直接請求とかね、そういうのはやっぱり私の人でもやったことあるんですけど、まだその頃は何て言うのかな、住民自身がそういうその自分たちのことは自分たちで決めるみたいなことにまだ馴染んでなかったっていう気がするんですね。だからこういうことでやっぱり住民投票とかその前の市議会条例、そういったことで住民がその自分たちの町のことは自分たちでやっぱり決めるんだよという、そういう意識を強めていくというのがまず効果だなっていう、だ
から自主基本条例についてもこちこちこちって作んないでね、ちゃんとその候補市民がたくさん入って時間をかけて作るということが大事だと思うし、まあ、ここでは結構そうですかみたいなんですけど、この町まだないんですよ、うんね、自治基本条例が。だからそういったこととの関連でやっぱり小平のこれはすごく関心あってね、ずっと手術が見てたんですよね。あの武蔵野の市民参加条例っていうのは結局ダメだったんだけど、あれは2000年頃でした。もっと90何年でしたか、どなたかわかりません。2000年より前、小林和子さんの時代だったと思います。ね、それは結局成立しなかったんですね。で、小平の自治基本条例っていうのは、まあそういうこうきっかけから成立するまでどのぐらいかかったんですか。市長のマニフェストに入ってたんですね。それで候補市民が63人で、2010年の12月ぐらいに成立したので、2年近く、期間にかかってからも、市民の会議っていうのが立ち上がって、そこでも2年近く話し合いをして、骨子案から作って、それで最初の骨子案から行政とのやり取りの中で随分ちょっとしぼんだ部分もあるみたいですけれども、で議会にかかってからも特別委員会の中で継続って結構大変な抵抗にあったところから私は作りました。あの自民系の会派がもうこんな資料請求かってしてきて、なかなか審議が進まない中で最終的には賛成多数で。小林市長も村上さんと同じだから2005年になられたんですよね。そうです。そうですよね。はい、で、自治基本条例ができたのが2010年。10年末、成立12月でしたね。うん、そのぐらいの時間はかかっている。1期目の時にはできなかった。1期目の間には成立しなかった。話違うけど、はい、よろしいですか。はい。あの、横山と申します。私はね、もう大体80いくつでね、もう大体現役をリタイアしたんだから60歳ぐらいの時だから、だいぶ昔の話なんですけど、まあこの頃もね、なんかこの昔の友達と勉強しようというような会で、例えば東京都のね、今進んでる道路の勉強会、仲間にはやっぱり昔、役人だったのが結構いるから、そういう人たち話聞くわけですよ。そうすると彼らの言う、説明によりますとね、東京都で、地震があったでしょ、関東大震災ですよ、1920年、それでね、それを復興するんで、後藤新平さんかな、総裁になって、それで、大きなプランを作った。それで環状1号線2号線からね、それを今度結ぶ放射南号線、そういうのを作って計画を作って、1号線2号線はもうできました。それも地震はね100年近く前です。それからね、7号線8号線っていうのはね、オリンピックがあったでしょ。オリンピックの直前に7号線ができて、その後は8号線、完全にはまだできてないらしいけど、まあ、いずれにしてもですね、100年近くのその計画を完成するのに、かかってるわけですよね。その間は計画地域内にある土地を持ってる人たちはその家を建てたりね、建て増ししたりするのにいろんな制限があって、それで、まあ、制約を受けてたわけですね。それでも、まあ、東京都のお役人の人はおかげさまでね、4号線、8号線を完成しました。だけどまだ、4、5、6ぐらいは完成もしてないわけですね。そのさっきのお話だと、今問題になったのは、1960年にできたとおっしゃるんです。計画ができた。
だからまあこれからね、もたもたしてるって100年近くまだならないんじゃないかな、投票したりそれが否決されたりなんかで、まあまあ、 要するにですね、日本のお役所の計画とそれに対する実施というのはね、そういうような時間的な経過っていうのがね、ね、逃げられないような、状況だと思うんです。その私実は、現場で、外国のことが多かったんですけど、例えばアメリカなんかではこうしてて、工事をして、例えばダムの仕事を請け負った、ダムの仕事って、まあ、日本もそうだけどアメリカでも仕事大きくて、仕事かか取りかかってからね、準備をして、工事にかかって、ね、まあ、何年もかかろう、ある日突然発注者、まあ、アメリカの場合は防衛隊とかね、州政府も多い、そういうところが工事ストップしろ、やがては工事をやめろと言ってくるわけですよ。なぜだと思うと、これは、ね、環境問題でそのクレームが出て、それで最初の裁判では勝ったから急いで仕事に取り掛かるように命令した。ところが、まあ、日本もそうだけど、一審で勝っても今度二審っていうのがあるでしょ。そういうので今度負けちゃった。その防衛隊は負けて、これをどうするか検討したけど、このもうダムは一旦中止して、今まで作ったものは壊して平らに直す方がね、まあ、要するにいろいろのお金の面、時間の面から見て有利だということだから、そういうことに決めた。発注者が決めれば私たちは受注者受け負うだから、その通りに すればいいわけ、すればお金はくれるわけ。そうするとね、びっくりして、日本で考えられない、ヤンバダムなんしたら50年くらい、ね、前に計画したらしいで、それでもまだ今やるとかやらないでしょ、ね、だから、道路だと当然同じことで、必ずこういう大きなプロジェクトっていうのは、その計画したからもう、30年50年経ったけどやらなきゃなんないっていうもんじゃなくて、必ずその途中途中でですね、ピンポイント、チェックポイントがあって、そこでこのまま続けた方がいいか悪いか、それはもちろんお金の問題もあるし、環境の問題もあるし、それから住民の問題もあるし、そういうことでね、そのマイルストーンのチェックっていうのは必ず、必要になるはずなんですね。これは日本でもアメリカでもオーストラリアでもどこでもそうだと思うんだけど、そういうのが日本ではね、ちょっと欠けてる、欠けてるし、まあ、私は土建屋だったから言うわけじゃないけど、日本ではね、そんなのいっぺんかかったのを途中でやめて、それでそのまま中断しますので、ね、これ建設会社もいいと思うんだけど、というのは建設会社のね、終わりまでやることで、そういう仕事のプランを作って、アメリカ、オーストラリアの場合はちゃんとやめるならやめるで、そこでちゃんと計算をしてね、それでまあもちろん納得しない裁判に行くことは多いけれど、少なくともそういうルールがあるんです。それちょっとマイルストーンのチェックというのを必ずやるようになって、るから、まあまあ合理的というかな、要するに理屈に合うようにまあ進行してるわけです。まあそういうような問題があってね、解決してきたので、なんでこんなに100年も経って道路もまだできるのかできないのか。というのがね、もめるんだろうなという気はします、ね、その民主党が言った事業仕分けという言葉も一時で、ね、大流行りの言葉になりましたし、河村さん何かその辺はなぜ日本ではこういうことができないのか、賛成と情報を言います。
かね。そういう仕組み自身が本当に私たちの国にはないんですよね。それどうやったら作れるんでしょうね。介護かなんか条例で、時のアセスメントってやったじゃないですか。要は30年経ってない事業はもうやらないんだっていう、最初から前提に作っていくしかないんですよ。逆にそれは条例作っちゃった方が早い。神奈川とか埼玉県の県レベルでどろどろ見直ししてるところがあるみたいです。やっぱりそれはもうこれから財政のことを考えると不要なものは作れないっていう状況ではないけど、東京は生地お金があるからなのかなって思ったりとか、やっぱり地域から神奈川とか、条例を持ってるってことですか。ちょっとそんなにちょっと詳しく条例かどうかわかんないですけど、見直しです。ただ、田野さんもおっしゃった、学校勉強の2006年の東京都の多摩政治だけの学級学校の政治法人最短の事業化計画で優先整備予定に選ばれてましたっていうのがあるんですけど、ただ東京都は見直ししてるっていうのを、これは第3次で第2次第1次っていうのがあって、ことぐらいのことスピードアップの見直しで資産が作っているんですけど、ほとんど変わらない、50年前とほとんど変わらない、そのまま継続している、見直しっていう、この見直しで中止になる予定ってほとんどないんですけれど、一応見直しはしているという言い方をしていて、家族名も取ってるみたいな、誰も知らないみたいな、一発のパソコンがどこ行っちゃった反対あったね、あったねぐらいで終わったみたいなんですけど、一応そういう事業化計画っていうのをやってるって言って、埼玉もだからこういう何年かに一度やっぱり見直しをしてて、で埼玉がきちんと見直しをしてちゃんともう手つかずでずっと来てるのはもう作らないってことを決めかなり決めた路線があるみたいなんですけど、だから東京都もやってる、似たようなことはやってるけど中身が違うっていうことかなと思います。西村さんに使う東京都の人が言ってましたよね、なんか一つある、はい、中心したのが一つ勉強会で言ってたね、少し前までは一旦できた都市計画道路は絶対にこう廃止にはならないっていうのが神話になってたんですよ。それが一応廃止という都市計画変更すれば、消せるというところまで行ったんですね。でそういうのありましたかって言ったら、東京都ができてから200年近く経つ。大体8時半にはなってきたんですが、どうしてもこれ発言したいということがありましたら、なかったら吉川さんに一言を。クライアンの場合は日本史が入って
努力しないでも自然に減ってくる。そうですね。それを努力を加速して、ね、いくべきなんでね。だから10年もすれば全然状況また変わっていくと思うし、で、あんな大きい道路作って、ね、それ必要だったのかっていうことになっちゃう。渋滞の解消策は車を減らすこと。すいません、あの先ほど出てたので、あの開票結果のね、あの公表の話で、情報会の話もありましたね。で、あのやはりその予定だとその3ヶ月ですか、いや8月段階ですよね。いわば、あの投票用紙の廃棄というようなことに、それを、まあ、あの請願とかいろんなことをやられ始めてってことですけども、最終的にはあの司法訴訟なんかにもこうでも戦うというのは準備されてるんですか。情報公開請求して、まあ、非公開決定が出て、それに対して異議申し立てをして、今、市の審査会、個人情報を、情報公開個人情報保護審査会で審査をしているんですけど、それがまだ継続していて、その結論がいつ出てくるのかもわからないんですけど、もしそこで、まあ、あの非公開の結論が出て、まあ、市がやっぱり非公開だということを決定したら、まあ、訴訟を起こそうかなっていうことは、あとその前の段階でも投票用紙を捨てないため、捨てさせないための処分申請というのをやろうかということをしていて、真ん中島先生もあの多分お手伝いしてくださるようにしまっていきます。はい、ありがとうございます、はい、ありがとうございます。じゃあ、 あの吉田さんからご発言いただき、あと署名のお願いをね、していただくのと、あとご参加の皆さんで何か告知がある方がいらっしゃいましたら、本当に30秒でお願いしたいと思います。では、お待たせいたしました。ぜひ応援いただくことで。そうですね、あの私は、まあ、あのやっぱりあの、2年前の大震災、それから原発事故以降にやっぱり目覚めたって言うと変ですけど、それまではほとんど政治とか興味なくてあんまり関わってこなかったし、まあ、原発事故なんとかしなきゃとか思って、本当はあの絵描きなんですけど芸術家と呼ばれずに最近あの活動家と呼ばれてますあのそれで東京新聞にデカデカと顔まで載せられちゃってもう悪いことできませんっていう状況まで追い込まれておりますが、そうですね、やっぱりあの、原発、まあ、を止めるにしても、まあ、あの初めは官邸前とかデモとか通ってたんですけど、やっぱりこれだけじゃちょっとダメだなと思って、まあ、原発都民投票 の活動に加わりました。で、まあ、その中で学んだ中でやっぱりその、うん、原発をやめられない社会をやめるっていうね、あの宮台さんの言葉ですけど、そういうものも、まあ、一緒に進めながらあの脱原発っていう方向にあの向かっていく、要するにあの脱原発するだけじゃやっぱり脱原発じゃないというか、そこにあの質を求めていくっていう、そのやっぱり住民が自分たちで決めて、あの自分たちの社会の方向性を決めていくっていう形で、あの質を持った脱原発っていうのがあのできていけばあのいいんじゃないかと思います。で、まさか都民投票が大体終わりまして、その後はですね、あそこにいらっしゃる佐藤さんにそそのかされまして、あの原発都民投票の会というの運営委員とかもやらされてるんですけども、まあ、そういう活動も含めながら、あのやっぱりその、うん、なんていうんですか、住民自治というか、そういうところに今後も、まああのうん、進めていくその活動に、まあ、あの関わっていけたらなと思います。で、今回小平で楽しかったのは、あの、どんぐりと民主主義っていうあの講演会が4回ありまして、それ、まあ、僕はあの途中からあの小平の方が加わったんですけども、そういう中であの要するにこういうあの市民運動っていうのをなんかこう祭りとして捉えていくような、なんかやってて楽しいじゃんっていう、なんかそういう、うん、方向にどんどん持っていけたらいいなっていうのはちょっと思ってます。どうもありがとうございます。この間のシンポジウムの今回の
じゃあ、署名のことをどうぞ。はい、ありがとうございます。お手元に1枚ずつ、指定案のための署名用紙としてあるものを、これは市外の方でも、未成年の方でも、外国籍の方でも、誰でも OK ですので、ぜひ署名書いていただきます。周りの方にも声かけていただけたら嬉しいです。一応私の住所が生産者のところに書いてあるので、そこに送っていただくか、住所がやっぱり小平にあるんですけど、そこに送っていただくのは誰か吉田さんに渡していただく、吉田さんで近辺の方はもちろん私のところで預かりますので、もうご自分の分だけじゃなくて、ぜひご自分の分まとめてください。それでは、じゃあ、ちょうどいい頃合いになりましたので、今日はありがとうございました。この後ご希望の方おられましたら、近くのビアホールの方に移り、まあ、ちょっと軽くやりたいなと思っているので、水内さんに、じゃあ、ひろちゃんにいろいろこの細かいことをお聞きになりたい方はどうぞお残りくださいませ。じゃあ本当に今日はどうもありがとうございました。帰りながら聞いてください。デジタルの方ですね、エネルギーの問題について学習会3回連続をやるんですけども、8月の4日にヨーロッパのエネルギー問題とを捉えてですね、日本がどういうふうに違うのかということをやりますので、ここに案内状がありますので、ぜひお持ちください。はい。